デレク・サンダーソン・ジーターは、アメリカ合衆国ニュージャージー州、ペカノック出身の元プロ野球選手、ウトミギウチ、MLB のニューヨークヤンキースの第11代首相。背番号2は、ヤンキースの永久決断。1995年のデビューから2014年の引退までヤンキース一筋でプレーした、フランチャイズプレイヤー。 現役生活20年間で5回のワールドシリーズ、優勝、14回のオールスター選出があるほか、通算で3000本安倍上を記録、MLB を代表するスーパースターとして、長年活躍した。ヤンキースファンからは敬意を持って、ザ・キャプテンと呼ばれる。また、ミスター・ヤンキースとも呼ばれている。2014年に、コミッショナー特別表彰を受けた。2017年オフより、 マイアミ・マーリンズの共同オーナーとなり、最高経営責任者も務めている。アメリカ合衆国ニュージャージー州ペカノックにて、アフリカ系アメリカ人である父、チャールズ、アイルランド系アメリカ人である母、ドロシーの間に生まれる。父は、心理学の PHD を持つカウンセラーであり、薬剤師でもあり、母は会計士であった。家族には他に、 妹のシャーリーがいる。4歳の時に、ミシガン州カラマズウェ移住。その後も毎年の夏休みには、ニュージャージーに住む祖父母の下で暮らしていた。大のヤンキースファンであった祖母から、キャッチボールを教わり、頻繁に、ヤンキースタジアムに観戦に連れて行ってもらったことで、デレクも、祖母と同じように、ヤンキースファンになった。大学野球でショートを守っていた父親の影響で、 5歳の頃から野球を始める。父はミシガン州へ移り住んでから地元デトロイトタイガースのファンになっていたがヤンキースを熱心に応援するデレクの影響でヤンキースファンへと転向した。タイガースの本拠地タイガーススタジアムでのヤンキース戦には車で2時間半かけて観戦に訪れ父にいつかこの舞台でプレーすることを約束した。お気に入りの選手は デーブ・ウィンフィールドで、風貌が父親に似ていたことと、偶然にも、父親と同じ分野の事前事業に携わっていたことが、大きいという。カラマズー・セントラル高校時代から頭角を表し、通算で5割を超える打率を残した。1992年には、アメリカ野球コーチ連盟から、高校年間最優秀選手賞に選出されている。また、バスケットボールでも、 州を代表する選手として活躍していた。しかし NCWA 校から声がかからず、野球に絞った。1992年の MLB ドラフトの注目選手となったジーターは、当時ヒューストンアストロズのスカウトを務めていた春、ニューハウザーに見出され、アストロズの一巡目指名候補となった。しかし、ジーターは、ミシガン大学から奨学金のオファーを受けており、 契約金の高騰が予想されたため、アストロズは、ジーターの指名を見送り、フィル・ネビンを全体1位で指名した。ジーターは、ニューヨーク・ヤンキースから1巡目で指名を受け、入団した。その際には、両親が、オフに、大学へ通っても良いという情報を入れさせ、1992年の、オフシーズンに一学期間ミシガン大学、アナーバー校へ通った。しかし、 翌1993年のオフシーズンは、球団から守備の強化練習を命ぜられたため大学のクラス登録に間に合わず、1994年オフにはメジャーデビュー実現の可能性が高まり住居を、球団のトレーニング施設のあるフロリダ州タンパに移したため、学業は中断している。2004年には、スポーツイラストレーテッド氏に寄せた、 手記の中で将来的に学業を再開したいという希望を持っていることを明かした。プロとしてのキャリアはマイナーリーグルーキー級、ガルフコーストリーグヤンキースからスタート。ルーキー級では打率20。202と苦しんだが、その年の後半には A 級グリーンズボログラスホッパーズへと昇格。入団当初は守備に難があり、一英時代の1993年には、 年間56失策を記録した。あまりのエラーの多さから、ジーターは自主的に残り練習を行い、徹底的に守備を鍛えていった。家族への愛着が、ひときわ強く、新人時代にはホームシックにかかり、給料のほとんどをつぎ込んで、毎日長距離電話で両親に電話をしていたという。1993年には、永久で打撃成績が、 飛躍的に向上し、数々の賞を受賞。当時低迷していたヤンキースの期待の若手となる。その後順当に、A 級タンパヤンキース、AA 級オールバニコロニーヤンキース、トリプル A 級コロンバス・クリッパーズと昇格していった。1994年には、マイナーリーグでの通算打率。344を残し、ベースボールアメリカマイナーリーグ年間最優秀。 選手賞に選出された。1995年に怪我で戦列を離れたドニー・フェルナンデスの代役としてメジャー昇格を果たし、5月29日のシアトル・マリナーズ戦でデビュー。13試合に出場し、打率。234.0本塁打、6打点の成績で6月11日にマイナーへ、降格したが、9月3日にメジャー昇格を果たし、 その後2試合に出場し、シーズンを終えた。1996年は、1962年のトム・トレッシュ以来となるルーキーでの開幕スタメニュー劇種に抜擢され、ソロ本塁打を放つなど、クリーブランド・インディアンスからの勝利に貢献している。9月5日から9月27日にかけて17試合連続安打を記録、新人選手としては、球団史上、 ジョーディ・マジオの18試合に次ぐ最長記録となった。この年にレギュラーに定着し、打率。314を残して新人王を満票で受賞。同年のポストシーズンでも活躍し、ヤンキースにとって18年ぶりのワールドシリーズチャンピオンダッシュに大きく貢献した。1997年は159試合に出場し、打率。 291.10本塁打、70打点と前年以下の数字となった。1998年は、6月4日から、初の故障者リスト入りとなり12試合に欠場したが、復帰後の8月には50安打を放ち、球団史上、リマジオの53安打以来の月間50安打を達成。月間 MVP に選出された。この年は初めて、 オールスターゲームにも選出され、シーズンでは149試合に出場。打率、324.19本塁打、84打点、30盗塁を記録し、MVP の投票で3位に入った。本塁打数は、ロイス・モーリーの遊撃手としての球団記録16を更新し、203アンダーを放ち、遊撃手として、球団史上2人目となる200本アンダーを達成した。 1999年には打率、349、134得点、219、安打と、いずれも自己最高の成績を残した。また、本塁打、打点、出塁率、超打率などでも、自己最高を記録した。2000年は148試合に出場し、15、本塁打73打点22盗塁、打率、339だった。 2001年にヤンキースと総額1億8900万ドルの10年契約を結んだ。この年は150試合に出場し、打率311.21本塁打74打点27盗塁だった。2002年は157試合に出場し、打率297.18本塁打75打点32盗塁だった。 2003年は4月1日に左肩の故障で15日間の故障者リスト入りし5月13日に復帰。故障の影響で5年連続選出されていたオールスターゲームには選ばれなかった。6月3日にはドン・マッティングリーが1991年から1995年に務めて以来空位となっていたヤンキース11代目のキャプテンに就任した。 この年は119試合に出場し、打率、324.10本塁打、52打点、11、盗塁だった。2004年は2年ぶりにオールスターゲームに選出され、シーズンでは154試合に出場。打率29、292.23本塁打、78打点、23盗塁だった。オフに、自身初となる、ゴールドグラブ賞を受賞した。 2005年は159試合に出場し、打率。309.10本塁打、70打点、14盗塁だった。オフには2年連続で、ゴールドグラブ賞を受賞した。2006年は、シーズン開幕前の3月に、第1回 WBC のアメリカ合衆国代表に、選出された。アメリカ合衆国代表は2次リーグで敗退したものの、自身は、 ベストナインに選出された。シーズンでは打率34、343、213安打、34、盗塁の好成績を残し、ゲイリー・シェフィールドや松井秀喜が、故障離脱するなど苦しいチームを地区優勝に、導いたとして、MVP 候補の最用力に挙げられた。結果は、ジャスティン・モルノーに MVP を譲ったものの、ハンク・アーロン賞とシルバースラッガー賞。 3年連続となるゴールドグラブ賞を受賞した。2007年は156試合に出場し、打率322.12本塁打73打点15盗塁だった。2年連続でシルバースラッガー賞を受賞したが、3年連続で受賞していたゴールドグラブ賞は受賞を逃してしまった。2008年は150試合に出場し、 打率。300.11本塁打、69打点、11、盗塁だった。オフに3年連続となる、シルバースラッガー賞を受賞。ヤンキース球団アンダー記録受立時2009年は、シーズン開幕前の3月に開催された第2回、WBC のアメリカ合衆国代表に選出され、2大会連続2度目の選出となった。 アメリカ合衆国代表に自退者が相次ぐ中、真っ先に参加を表明し、大会期間中も MLB のスポークスマン的な役割を果たした。チームは準決勝進出を果たすも日本に敗れ、連覇を果たした日本を優勝は何も驚くことじゃないと称えた。そして、日本はひどい。みんな足が速いんだと感嘆していた。 シーズンでは8月16日のマリナーズ戦で通算2674本目のヒットを放ち、ルイス・アパリシオが持っていた遊撃手としての通算アンダ数メジャーリーグ記録を更新した。9月9日のタイレーズ戦で3アンダでルー・ゲイリーグの持つヤンキースのアンダ記録2721本に並び、2日後のオリオールズ戦で記録を更新した。シーズン前には 年齢から限界説も唱えられていたが、例年3から4週間取るオフを2週間で切り上げ、下半身を徹底的に鍛え抜いたことにより、打率。334.18本塁打、30盗塁とキャリアハイに迫る活躍を見せ、安打数も2年ぶりに200安打を放った。同年は、守備範囲も広まり、守備指標の各数値で平均以上を記録。 オフには4年連続となるシルバースラッガー賞と3年ぶりのゴールドグラブ賞を受賞した。2010年はシーズンを通して調子が上がらず、打率270と低迷。しかし圧倒的な人気は健在であり、ファン投票でのオールスターゲーム出場は5年連続で達成した。また同年シーズンにベーブルース超えの2874アンダーを放った。守備では、 遊撃手として、両リーグ1位の守備率、989を記録し、自身5度目のゴールドグラブ賞を獲得。一方で、守備防御点 -13、プラスマイナスシステム -13、ウザーマイナス4.7と、セーバーメトリクスの点からは、守備範囲の極端な狭さが指摘されており、メディアでも、この受賞に批判的な論調が多数を占めた。 オフの12月7日に、ヤンキースと総額4800万ドルの3年契約に合意した。2011年7月10日、タンパベレーズ戦、通算安打2999本で、第2打席目を迎える。大声援の中、フルカウントから粘った末に、デビッド・プライス投手の8球目を左翼席に放った。ヤンキースのベンチからは総出でジータを出迎えて祝福し、 レイズの選手もダグアウトから出て、拍手を送った。ジータ、が打席に立った時から起こっていた声援は、さらに大きくなり、数分間鳴り止まなかった。この本塁打によって、メジャー史上28人目、ヤンキース史上初の3000本安打を達成。本塁打での達成はイ、ウェードボックスに次ぐメジャー史上2人目の記録である。同試合では5打数5安打の活躍で、 決勝打も放ち、5対4でヤンキースが勝利、自らの偉業に花を添えた。シーズンでは終盤に復調して、前年より打率は上がったが、本塁打はレギュラー定着後最低の6本で、連続2桁本塁打は15年で途切れた。2012年は開幕から絶好調で、4月は打率4割を維持。シーズン中盤頃から調子を落とすも、後半から 再び打率を上げて、最終的に3年ぶりに、シーズン打率3割を残し、リーグ最多の216アンダーを放った。ただし、盗塁は、レギュラー定着後初めて1桁に終わり、守備防御点 -18、ウザー -15.4 はいずれも、両リーグの遊撃手で最下位の数字だった。デトロイトタイガースとのアルクスでは、 第一戦の延長12回表にゴロをさばいた際に足首を骨折。全治3ヶ月の診断を受け、チームから離脱を余儀なくされた。オフに3年ぶり5度目となるシルバースラッガー賞を受賞した。2013年は前年の怪我の影響で3月31日に15日間の故障者リスト入りし、4月27日に60日間の故障者リストへ移動。 7月11日に復帰したが、同日のカンザスシティロイヤルズ戦で大体4頭筋を痛め、7月19日に再び15日間の故障者リスト入りした。7月28日に復帰。復帰後は4試合に出場していたが、8月3日に右ふくらはぎを痛め、8月5日に再び15日間の故障者リスト入りした。8月26日に復帰。 復帰後は12試合に出場していたが、9月8日に、左足首を痛め、9月11日に、この年4度目となる15日間の故障者リスト入りした。9月14日に60日間の故障者リストへ移動し、そのままシーズンを終えた。この年は度重なる故障の影響で、17試合の出場にとどまり、1本類打7打点、打率、190だった。 オフの11月1日にヤンキースと1200万ドルの1年契約に合意した。2014年2月12日に2014年シーズン限りで現役を引退することが発表された。2014年オールスターゲーム7月には2年ぶり14回目となるオールスターゲームにファン投票、遊撃手部門1位で選出された。9月23日、9回に 多大な功績を残したとして、コミッショナー特別表彰を送られた。同賞のトロフィーを手渡した MLB コミッショナーのバドセリグは、ジーターの業績に敬意を示す今日のような日を心待ちにしていた。同じ時代にコミッショナーを務めることができ、幸せに思うと話し、ジーターは多くの人がもらえるわけではない。この受賞を大切にしたいと述べた。 9月25日のボルチモアオリオールズ戦が、ホーム最終戦となった。ジーターにとっては、ヤンキースタジアムでの最後の試合、5から5の同点、9回1死2塁のチャンスに、エヴァ・ミークから、サヨナラヒットを放った。試合終了後は、チームメイトのほかジーターの家族、かつて共にプレーし、自身を含めコア4と呼ばれたマリアノ・リベラ。 ホルヘポサダ、アンディ・ペティット、そしてバーニー・ウィリアムス、ディノ・マルティネス、ヤンキース前監督の上通りが、グラウンド内に集まり、ジーターを迎えた。その後、フランク・シナトラの名曲、マイウェイが流れる中ダイヤモンドを一周し、ヤンキース・タジアムに別れを告げた。9月28日に、ボストン・レッドソックス戦の3回表、 三塁への内野安打で三塁走者の一郎を返し、タイムリーヒットを記録したところでダイソーと交代。観客の大きな拍手、声援を受けながら、笑顔で、監督のジョージ・ラルディアチームメイトと抱き合い、ベンチへと下がった。現役最後の試合で3465本目の安打を放ち、20年間のキャリアに幕を閉じた。試合後、心身のすべてを捧げてきた。 自分のやりたいことを最後までやりきることができた。本当に幸せだと話した。ジーターの背番号2。ニューヨークヤンキースの永久欠番に2017年指定。2014年10月1日にザ・プレイヤーズ・トリビューンという名のスポーツウェブサイトを開設した。通常のメディアと違い、記者を介在せず、選手からファンへ直に思いや意見を届けるのが、 サイトの特徴で、解説直後から多くの選手が利用している。例えば、NBA スターのコービー・ブライアントは、引退表明の場とした。また、ジーター自身もサイトに寄稿しており、2016年には、一郎に対する思いを綴った記事を掲載している。引退後の活動について2014年に、地元メディアから質問された際、監督やコーチ業は、遠征に、 多くの移動時間が要求されるため、やりたくないと明言しており、オーナーになることについては、興味があると話した。2015年5月24日に、バーニー・ウィリアムスの永久欠番セレモニーに出席し、現役引退後初めて、ヤンキースタジアムに姿を見せた。ティノ、マルティネス、ポール・オニール、ジョートーリー、アンディ・ペティット、ホルヘ・ポサダ、マリアノ・リベラと共に、 名優を祝福した。2016年3月11日に、タンパベイレーズ対キューバ代表の親善試合の特別ゲストとなったことが発表された。7月9日にカリフォルニア州ナパバレーで、モデルのハンナ・デイビスと結婚式を挙げた。MLB シーズン中に行われたセレモニーには、家族とごく少数の友人だけが招待され、ヤンキースの元選手では、 ホルヘ・ポサダ、アンドリュー・ジョーンズ、ティノ・マルティネスが列席したという。二人は2012年から交際、デイビスはジーターの現役最後のヤンキースタジアム戦にも姿を見せていた。12月6日にヤンキースがジーターの背番号2を永久欠番に指定し、2017年5月14日にヤンキースタジアムで記念式典を行われた。これで ヤンキースの一桁の背番号はすべて永久欠番となった。2017年は実業家のブルース・シャーマンと共にマイアミ・マーリンズを買収し10月3日に最高経営責任者に就任した。2020年1月21日に電動入り資格1年目にして得票率99.75%でアメリカ野球電動入りを果たした。 ベースボールにおけるインスティンクトに優れ、ゲームの進み方に関する卓越した知識を活かし、走行手で頭脳的なプレーを見せる。常に全力を注ぐプレイスタイルの評価が高い。打撃時のジーター優れたミート技術と確かな選球眼でアンダーを積み重ねる高打者。チャンスで勝負強さを発揮する MLB 屈指のクラッチヒッターとして知られ。 キャプテンクラッチの異名を持つ。2012年に引退したアトランタブレーブスの強打者、チッパー・ジョーンズは、現役時代、1点取られたら負けの場面、にアウトで、最も打席に迎えたくないのが、デレクジーターだと述べている。引退までに、年間200本安打を8回達成しており、通算安打数は、歴代6位の3465本。 544の二塁打を含めたこの記録はいずれもヤンキースの球団記録である。また、遊撃手の通算安打数もルイス・アパリシオを抜いて歴代1位となった。ハイペースで安打数を積み上げており、35歳までの通算安打数のペースでは、通算安打数記録保持者のピートローズと比べても遜色がない。ゴロ制の打球が多く、右打ちを得意とする。 ギガバイト FB は毎年平均で2.38に達し、打率34。343を記録した2006年は3.25に達した。三遊間の深い位置に飛ぶゴロ性の強い打球が多く、加えて瞬速であることから、内野安打も多く、ほぼ毎年20本以上の内野安打を放っている。一方で、閉冊打も多く、2007年、2008年は、 年間20を超える閉札打を放った。1996年から2003年までの間、年間平均で約111もの三振を喫しており、2番打者としては比較的多かった。ただし、当時としては2番、遊撃というポジションでジーターほどの攻撃力を見せる選手はほとんどおらず、1990年代後半にはアレックス・ロドリゲス。 ノマー・ガルシア・パーラと共に三大遊撃手と称された。2009年からは一番打者としての起用がある時になった。遊撃手としてはメジャーリーグでも大柄な方ではあるが、決してパワーヒッターではなく、首位打者のタイトルにも縁がなかった。しかし選球眼は良く、打率と共に出塁率が高い。通算打率は310を記録し、 20年のキャリアの中で好不調の波も少なく、長期にわたり安定した成績を残してきた実績も高く評価されている。ネクストバッターズサークルで打順を待っている時によく観客席の子供と話をしていた。以前にコーチ陣から集中力の妨げになるとたしなめられたこともあったが、子供たちと試合を楽しみたいんだ。 自分には集中力に関する問題はないと自分のスタイルを貫き通した。右出しながら一塁到達まで4.1秒、セーフティバントを試みる際には4.0秒起きることもある瞬速を誇った。華麗に伴い2008年頃にはスピード面で衰えを指摘されるようになったが、下半身強化に取り組んだ2009年には3年ぶりの30盗塁に到達し、 通算300盗塁も達成した。盗塁成功率も2002年に32盗塁を残して成功率91.4%、2006年に34盗塁を残して成功率87.1%を記録するなどしている。スライディングする際はほとんどがヘッドスライディングである。ジーターのフィールディング特徴の一つとして、 強烈な印象を残す守備が挙げられる。最も象徴的なものとして語られるのが2001年のアスレチックスとのオールズ第3戦で見せたザ・フリップと呼ばれるプレーである。ヤンキースの1点リードで迎えた7回に誌一塁からヤンキースの先発投手マイク・ムッシーナがアスレチックスのテレンス・ロングにライト戦を破る長打を浴びる。右翼手のシェーン・スペンサーが 本類に返球したところ、中継に入った一類種のティノ・マルティネスの頭を超える悪送球になってしまう。ボールが本類数メートル前の一類側ファウルラインのあたりを転がるところにジーターが飛び込み、右手で掴んだボールをそのまま保守のホルヘポサダにバックトス、奏者のジェレミー・ジアンビを、ま一発でタッチアウトにした。後にジェイソン・ジワンビがフリーエージェントで ヤンキースに移籍した際、彼は真っ先に、おい、あの、プレイの練習を見せろと言ったと言われている。2007年8月に発行された、アメリカの雑誌、ベースボールアメリカで発表された、アメリカンリーグ全監督の選考による、アメリカンリーグ部門別ベストツール、選手ランキングにおいては、最も守備の上手いショート部門で選出され、 2004年から2006年まで3年連続でゴールドグラブ賞を受賞しており一般の評価は高い。プレーでは三遊間の深い位置に飛んだ内野ゴローを逆シングルで補給しそのまま一塁へジャンピングスローする姿がよく見られる。グラブさばきに疑問符が付けられることはない一方で瞬発力に欠けるため守備範囲は広くなく 打者の特徴や傾向を把握した的確なポジションを取ることで動き出しの遅さをカバーしていた。特にセーバーメトリクスにおける守備指標の導入後は各指標でいずれも遊撃手中で低い数値であることが明らかになり特に2006年から2008年の3年間を対象にしたプラスマイナスシステムでは全遊撃手中再開のマイナス68という 数値であった。2010年から2012年までの3年間でも、守備防御点が合計マイナス42で、全員遊撃手中再開だった。晩年は、コンバート案も浮上し、2009年の WBC 後には、ニューヨークタイムズ紙が、ジーターの衰えを指摘し、ジミーロリンズに比べて、守備範囲が狭いことを指摘した上で、外野へのコンバートを提言した。 ポストシーズンでも勝負強さを発揮することで知られている。2012年までのキャリア16年間で合計158試合に出場し、本塁打20本、打率、出類率、超打率はそれぞれ308、374、465といずれも高い数字を残している。この間、ヤンキースは1996年、 1998年から2000年の3連覇、さらに2009年と5度のワールドシリーズを制し、ジータはその中心選手として活躍した。2001年のワールドシリーズでは、打率1割台と低迷し、チームもアリゾナダイヤモンドバックスに3勝4敗で、敗れはしたものの、第4戦で、金日の意見から、劇的なサヨナラホームランを放ったことから、 ミスターノベンバーと呼ばれた。ワールドシリーズは、例年10月中に全日程が終了するが、2001年は9.11、テロの影響で日程が遅れ、第4戦は10月31日の開催となった。しかし、9回裏にヤンキースが、同点に追いつき延長戦に突入し、10回裏にジーターが、 打席に入った時点で、試合時間が3時間30分を超えて、日付が11月1日に変わっていた。ヤンキース往年の名選手レジー・ジャクソンは、ポストシーズンでの活躍により、ミスター・オクトーバーと呼ばれたが、ジーターのミスター・ノベンバーはそれになぞらえたものである。ヤンキース一筋20年、ワールドシリーズ優勝5回という輝かしい経歴を有する。 打撃タイトルとは無縁ながらもハイペースでアンダーを積み重ね、現役時代からアメリカ野球殿堂入りが確実視されていた。2013年1月5日には CBS スポーツ電子版が現役選手で殿堂入りが確実な5人を特集し、一郎、マリアノ・リベラ、アルバート・プホルス、ジム・トーミの4人と共にジーターの名前が挙げられた。2016年12月6日、 ヤンキースは、ジーターの背番号2を永久欠番とすることを発表した。2014年の時、MLB10 年以上のベテラン野手では、唯一のヤンキース生え抜き野手であり、地元ニューヨークでは絶大な人気を誇る。2008年の調査では、ニューヨーク市民の好きなアスリートの1位がジーターだった。また、2012年後半の MLB、レプリカユニフォームの売り上げで、 1> 第1位となるなど、ニューヨークに限らず、全米規模で注目を集めるスーパースターであり、最も人気のある MLB 選手に数えられる。アメリカ合衆国の大手調査会社ハリスが実施した、アメリカ人の好きなアスリートのランキングでは、2007年にタイガーウッズに次ぐ2位に入ったのを皮切りに、毎年のようにトップ10の上位に顔を出している。2011年の同調査では、 ペイトン・マニング、コービー・ブライアントらを抑えて、初の1位を獲得した。2009年9月、ルー・ゲイ・リッグの球団最多安打記録を更新した際、全米メディアが熱狂の渦に包まれた。これほどの注目が集まる理由として、ニューヨークという巨大市場に、本拠地を置く、名門球団ヤンキースにところ属する、アメリカ人の生え抜き選手であること。 チームの勝利を第一に考え、自分の数字を追わない選手として、相手チームの選手からも尊敬される、ロールモデルであること、ルー・ゲーリッグという伝説的ヒーローに挑むという図式が好まれたことが挙げられる。類いまれなリーダーシップを持つ人格者として知られ、現役時代はヤンキースの第11代首相を務めた。チームメイトには常に積極的に声をかけ、 ベンチでもホームインした選手を真っ先に出迎える。英語が苦手な選手を食事に誘って英語を教えることもある。松井秀喜のようにしたうチームメイトは非常に多く、監督を務めた上通りは著書の中でジーターの新人時代、どうしたらこんな人間ができるのかと思った。最初から言うべきことがあまりなかった。 教育というより、どういう人間か知りたくて対話したと記している。2010年4月13日に行われたチャンピオンリング贈呈式では、エンゼルスに移籍した松井にもリングが贈呈されたが、この時に松井に贈呈されたチャンピオンリングは偽物であった。これはジーターがいたずらを仕込んだもので、試合後には本物が渡されるまで、松井は気づかなかった。取材においても、 選手は毎回試合後の取材を受けなくてはならない。決まりがあるわけではないが、ジータは負けた試合の後は必ず報道陣の取材を受ける。20人前後の記者に取り囲まれて、最後の一人の質問が終わるまで絶対に動かないと言う。逆に自分が活躍して勝った日などはすぐに帰ってしまうため、ある時に記者の一人が、なぜ負けた日は丁寧に取材に応じるのに、 自分が活躍した日は帰るのかと質問したところ、ジータは、今日は僕以外にも活躍した人がいるから、そちらに脚光を当ててくれと答えた。黒人と白人の間に生まれたハーフであり、成長過程では人種差別を受けることもしばしばあった。しかし、両親の懸命な教育方針もあり、家族や友人や教師と周囲から慕われ、 愛されながら幸福な子供時代を送った。小学校時代の教師は、たとえ野球選手として有名にならなかったとしても、教師の記憶に永久に残る、類の生徒であり、物静かながら、どの人種グループにも、自然に溶け込み人を打ち溶けた気分にさせる特別な子供だったと語っている。また、高校時代の教師も、 学業やスポーツに引いでながらおごったところが全くなく、他の生徒の手助けをする際にも相手に劣等感を抱かせることなく手を差し伸べ、あらゆる人種や経済的背景のグループと分け隔てなく付き合うことのできる生徒だったと証言している。一方、社会的な場では理不尽な差別を受けることもしばしばあり、特に1992年にドラフト一巡目で、 念願のヤンキースに入団して、マイナーで、初シーズンを過ごした後、初めて外戦気分で帰郷した折にファストフード店の駐車場で、ニーガーとやじられた経験は、それまでになく悔しく許せないものだった。しかしヤンキースタジアムのファンから、差別語を言われたことは一度もないと語っている。毎年優れた成績を残すジーターだが、個人記録には全く興味を示さない。 チームスポーツをやっているのだから何よりも勝つことが全てという考えを貫いている。よって新人の頃から個人成績に関する取材を極端に嫌うことで有名である。また審判に対しても非常に丁寧に接することで知られる。幼少時代に父から審判を敬え文句を言うなと言い聞かされて育ったため。 審判の判定にクレームをつけることはない。際どい判定で主審と言葉を交わすのも、あくまで確認のためである。節目のシーズン200アンダーを達成した際にも、記念のボールは受け取らない。これについて、一郎は、200本目のヒットを取らないのはすごいなと思って、ボール欲しいよね、普通。そういうところで、ジーターって選手に凄みを感じますとコメントしている。 甘いマスクから、女性ファンに非常に人気がある。プレイボーイとして知られ、女性関係の話題はことかかない。過去には、人気シンガーのマラヤ・キャリー、2000年のミス・ユニバース、優勝者、ララだった、歌手ジョイ・エンリケス、女優ジョーダナ・ブリュースター、女優スカーレット・ヨハンソン、女優ガブリエル・ユニオン、女優ジェシカ・アルバ、ファッションモデルのタイラ・バンクス、女優ジェシカ・ビール、 タレントのバネッサミニーロとの交際が報じられた。ヤンキースオーナーのジョージ・スタインブレナーから、夜な夜なパーティーにうつつを抜かしていると苦言を呈されたこともあるが、この時には、俺はパーティーアニマルじゃないと反論。この騒動は、本人出演のパロディー CM が制作されるほどの話題になった。その後民家ケリーと交際し、2009年8月には、 ニューヨークポスト氏が二人は結婚間近であると報じたが2011年8月26日にケリーの事務所が破局を発表した。MLB を代表する人気選手であるジーターはスポーツ用品などを中心に数多くの CM に出演している。日本では打撃練習器具ジップヒットの通信販売 CM が有名である。 ニューヨークマンハッタンの高級アパートメントの一フロアを所有していたが2012年に売り払い、現在は主にフロリダ州タンパの豪邸に住んでいる。2013年に出版社を立ち上げ、現役引退後の青写真がこれで決まってくると話した。引退後の2016年7月9日にハンナ・デイビスと結婚式を挙げた。2017年8月17日、 第一子誕生。女ジ児ジでベラレインと名付けられた。事前活動に積極的である。ルーキー年の1996年9月に子供たちを健全な生活スタイルに導くための組織を立ち上げたい意向を当時ソーシャルワーカーをしていた父親に打ち明けるとともに仕事を止めて組織を運営してくれるよう依頼した。父親は ジーターの決意が真剣であることを確認後、その方がより多くの人々を助けることができると考え承諾し、同年12月に反薬物の啓発や奨学金の給付などを行うターンにファウンデーションという組織を立ち上げた。やがて実務に暴殺される父親の体調を心配する、母親と大学を卒業した妹が加わり、現在ではニューヨーク、ミシガン、 フロリダ州単波地域で活動を展開している。2009年には社会福祉や地域奉仕に貢献した選手に贈られるロベルト・クレメンテ賞を受賞した。ありがとうございます。